皆さんこんにちは、ドラマーの大輝です。今回の動画はこちら、 X-Vibe の U4 のレビュー動画です。この U4 はイヤモニをワイヤレス化できる機材で、イヤモニしてるとケーブルが気になってストレス感じることってあると思うんですよ。僕はめちゃくちゃ感じてたんですね。イヤホンケーブルの長さっていうのが演奏中自分が動ける範囲なので、演奏中にケーブルが引っかかってイヤホンが取れそうになっちゃったりとか、ちょっと立ちたいなっていう時に毎回イヤホンを外す必要があったので結構めんどくさかったんですよね。そしたら今回ありがたいことに X-Vibe さんから連絡をいただいて U4 を提供していただけることになったんですけど、実はこの動画を撮るまでに約1ヶ月ぐらいすでに使ってみました。なのでこの U4 のスペックや使用感、あとイヤモニをワイヤレス化してみて実際どうだったのかっていうのをドラマ目線でお話ししていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい、でまずセッティングなんですけど、 U4 は箱を開けるとこのトランスミッターっていう機械とレシーバーっていう機械2つ入ってるんですね。でこっちのトランスミッターの方を音を出力してる端子に挿すんですけど、僕が使ってるミキサーはこの XLR っていう端子挿すことができないので、同封されているフォンの変換使ってます。ここは人によって変わってくると思うんですけど、例えばドラムやってる人で電子ドラムから直接音聞いてるよっていう人だったら電子ドラムのフォン端子でも OK ですし、オーディオインターフェースのフォンでモニタリングしてるよっていう人だったらインターフェースのフォン端子でも OK です。で次は音を受け取るこっちのレシーバーの方に普段使ってるイヤホンを挿してあげます。これであとはそれぞれ電源を入れてセッティング完了です。あとこのレシーバー側にボリュームがついているので、手元で好きな音量に調整できるのが結構便利です。次にスペックなんですけど、プレイヤー的に重要なところだけ抜粋しますね。まず最大伝送距離が 27m あるみたいです。すごくない？27m って結構ありますよね。ちっちゃなライブハウスとかでライブする人だったら PA 卓のミキサーからモニタリングもできちゃうかも。次に駆動時間は連続で5時間使えるみたいです。でバッテリーが 30% 下回ると青いライトが赤になって、 10% 下回ると点滅するみたいです。次に重量がトランスミッターの方が 90g、 レシーバーの方が約 118g あるみたいです。これ見た目かなりコンパクトなんですけど、想像以上に重いです。作りがしっかりしてる感じがします。僕は演奏中座るので演奏中重いなって感じることはないんですけど、立って演奏する人だとちょっと重み感じるかも。次にレイテンシーが5ミリセカンド未満っていうことみたいなんですけど、これやばいんですよ。レイテンシーっていうのが音の遅延のことで、実際に出てる音が自分の耳に届くまでどれぐらいの時差があるかっていうことなんですけど、5ミリセカンドって 0.005 秒なんですよ。もうほぼ0秒ですよね。このスペック見た時に僕正直あんまり信じられなくてですね。だってワイヤレスって遅延があるものじゃないですか。なので半信半疑で使ってみたんですけど、ただ実際に U4 を使ってイヤモニして演奏しててもですね、有線でイヤモニしてる時と別にこう感覚変わらなかったんですよね。それでもまだちょっと疑ってたので、こう試しに有線と無線でそれぞれ同じビートをレコーディングしてみて波形ずれないかなって並べてみたんですけど、結果そんなずれなかったんですよ。おそらく多くのミュージシャンってワイヤレスって聞くとライブとかレコーディングでは導入できないかなって感じると思うんですけど、全然導入できるレベルで遅延がないので、レイテンシーが心配って人も安心だと思いますね。はい、次に僕が約1ヶ月この U4 を使って感じたイヤモニをワイヤレス化するメリットデメリットっていうのをお話ししたいんですけど、でまずデメリットから伝えると2つあってですね、1つ目が充電が必要ということですね。で1回の演奏で U4 が最大5時間の駆動してくれるので、それを超えるってこと自体はあまりないと思うんですけど、また次に使う時のことを考えると使うたびに充電は必要かなって思います。で2つ目が音質ですね。音質が有線でイヤモニしている時と若干変わってる気がする。その使う人の環境によってももしかしたら変わるのかもしれないんですけど、僕の場合は有線で使ってる時と U4 でイヤモニしてる時で音質がちょっと違ったので、慣れれば気にならない程度ではあるんですけど、ちょっと気になりました。次にメリットなんですけど、1つ目が演奏に集中しやすい。
でイヤモニして演奏してるとこうケーブルがなんか引っ張られてる感じがして、なんか演奏集中できない時ってあるんですよ。単にケーブルの長さが足りてないとか、足りてるのになんかお尻で踏んじゃってて引っ張られてるとか、どっかの機材に引っかかっちゃってるとか、まあ、いろんなケースがあるんですけど、一回気になりだすと本当演奏に集中できない時ってあるんですよね。その点 U4 でワイヤレス化してるとケーブルが引っ張られてる感じがなくなったので演奏に集中しやすいなって感じました。で2つ目がイヤモニをつけたまま動き回れるっていうことですね。これが個人的にはめちゃくちゃ大きなメリットだったんですけど、練習とかリハーサルとかだと定期的に飲み物とか、まあ、ストレッチしたりとか休憩するのに立ちたいんですよね。でも立つとイヤホンのケーブルの長さが足りないから、毎回イヤホン外してで休憩して戻ってきたらまたつけてっていう手間があったんですよ。で U4 でワイヤレス化してるとそういった手間が全くなくて、イヤモニつけたまま移動もできるし、立ってストレッチもできるし、なのでかなり開放感があるんですよね。なので地味なんですけど僕的には一番大きなメリットだなって感じました。でそんなイヤモニをワイヤレス化してくれるこの U4、 こんなコンパクトなのに遅延もほぼなくて使いやすい機材だと思うので、イヤモニしててストレス感じてるなって人はワイヤレス化導入するのは全然ありだと思います。概要欄に X5 さんの公式サイトのリンクと、Amazon とサウンドハウスの購入ページのリンクも貼っておきますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。はい、という感じで今回 X5 の U4 のレビューをしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。初めて叩いてみた動画じゃなくてこうやってお話しする動画を撮ったので本当に緊張しました。今回みたいな機材紹介とか解説動画も今後要望があれば撮っていきたいなって思ってるので、ぜひ皆さんのご意見や感想をコメントで教えてくれると嬉しいです。あといいね、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。